こんにちは。アンガス・ターヴェルです。記念すべきこの25周年の年、再びサ・ピーター・パーカー・アワーズに参加させていただき、誠に光栄に思います。この25年間、少しずつ勉強してきましたけれども、一番最初に日本に行ったとき、勉強していたとはいえ、まだまだアルファベットが見たいという気持ちが非常に強かったです。スーパー行くと、必ず POM、POM というジュースが置いてあるコーナーに近寄ってしまったりしました。ある日、ハイキング行って、山あいの集落の商店に入って、入ると、なんと、マクヴィティというアルファベットが目に入りました。私はマクヴィティクッキーで育ったようなもんで、買わずにいられなかった。開けてみると、不思議なことに、また、袋が入ってます。それを開けると、なんかクッキーがイギリスのクッキーより小さいなと思って、口に入れてみると、なんか味も違う。とはいうものの、一気に平らげて、元気よく、ハイキングを続けました。まあ、今の世界はどこに行っても同じような商品が手に入るような時代です。でも国によって市場の状況が違いますし、消費者の好みも違いますので、売り方、マーケティング、パッケージ、商品の名前、場合によっては中身まで変わってくることもあります。今日お話ししたいのは、特殊な商品のことについてです。小説、映画といった文化的な商品です。このような商品にも変化は生じるのでしょうか。去年のクリスマス商戦で、一つの日本の小説が人気を集めました。平出隆の客の猫です。猫の客の英語版です。書店に入ると、ずらっと並んでいて、表紙に猫の顔がついています。キラキラした緑の目がこっちを見ています。思わず買ってしまうような本です。一方、文庫本は表紙は白黒で絵は抽象的なものです。非常に興味深そうに見えますけれども、誰もが手に取るようなものではないと思います。表紙に載っている情報も違います。文庫本は作家がどこの大学で教えているかということが書いてあります。そういうような情報が載っています。一方、英語版は妻と猫と3人で暮らしているというような情報です。で、その情報の上にはニコニコした顔の写真が載っています。文庫本の写真は真剣な顔をしています。この本は異なる市場のために
違った形で商品化されているということです。異なる市場で位置付けが違うということだろうと思います。まあこういうことはあくまでも表面上のことです。じゃあ文化的な商品の中身についてはどうでしょうか。千と千尋の神隠しという映画から例を取り上げたいと思います。この映画の最初の場面は、千尋という少女が両親と三人で車に乗っています。新しい家に向かっています。道路の様子がおかしくなり、千尋が後ろから声をかけます。お父さん大丈夫と言います。英語ではどうでしょう。I think we're lost と言います。じゃあ要するに日本語の質問が英語では自分の意見の主張になっています。またお母さんがそわそわしている千尋を注意します。ちゃんとしてちょうだい、今日は忙しいんだからと言います。英語ではどうでしょう。 Quit whining. It's fun to move to a new place. It's an adventure. じゃあちゃんとしてちょうだい、引っ越すのが面白い、冒険だというような意味で、まあ日本語と違うことを言っています。この二つの例を見てみますと、登場人物と登場人物の間の関係が少しばかり西洋化したと言えると思います。西洋人の観客、消費者の好み、期待に合わせたものと言えるということと思います。じゃあこうして文化的な商品も他の商品と同じように、表面上も中身も外国において変わってくることもあります。自分の国の商品が輸出された場合、変化が生じることに関して少し違和感を感じる人もいると思います。しかし違う市場で物を売ろうとするとき、クッキーであろうと文化的なものであろうと、その市場の消費者のことを考えなければなりません。そういう意味では外国でよそのものとしてではなく、その国の生活の一部として受け入れられるためには、何らかの変化がつきものなのかもしれません。そうして外国での影響を取り込みながら商品が進化し、
発展することによってさらに新しい可能性が生まれてくることもあるのではないでしょうか。ご清聴ありがとうございました。アンガさんは今こちらでのマクベティはおいしいなというふうにお感じになってますか？ビスケットはおいしくいただいてますか？今は。今ですか？はい。はい。はい、トランスレーターということで今日本語と英語のお仕事をされていらっしゃるということですね。はい、そうです。はい。日本語は学校で学ばれたんですか？学校で、まあ、大学で勉強しましたし、そしてその後日本に行って働きながら勉強しました。でまたイギリスに戻ってきて勉強しました。はい。日本は何年ぐらいいらっしゃったんですか？全部で4年ぐらいですね。東京にもいましたし、静岡にもいました。はい。まあ、皆さんにお伺いしてるんですけども、はい、まあ、私が英国人だったら日本語はなかなか勉強しないだろうなって思うんですけども、はいはい、なぜ日本語という言語を勉強しようかなっていうふうに思われたんですか？まあ、いろいろありましたけれども、一つは父も、祖父もある程度日本と関係している仕事をしてきました。でもう一つはまあ、今はそういうふうに感じないと思いますけれども、その当時は日本はものすごく遠いという感じでした。そしてその文化が違うし、でまだ戦争、その大きな戦争があったという考えが強かったということで、まあ、その国の人たちをのことを理解できるようになりたいなという気持ちが、多分その時ありましたと。はい。やはり始めてみて困難にぶち当たりましたか？失礼ですか。日本語を勉強されて困難、はい、難しいな。難しいところですか？はい。最初の段階ですか？今も含めて。まあ、今もそうですね。まあ、たくさんありますけれども、言語間の距離が非常にありますから、一つは、まあ、やっぱり、待遇表現ですね。待遇表現も非常に難しいし、まあ、英語で同じような仕組みがないからかなという気がします。また懲戒がいつも問題かなと思います。で一番最初に勉強した時にそういうなんか自転車の発音がものすごく難しいと思ってました。どうしてか分かりませんけれども、発音ね。あと食べる、食べられる、食べさせられるそういうような練習を、結構辛かったですね。はい。ありがとうございます。いいですか？はい。アンガスさん、翻訳ビジネスの仕事だと思うんですけども、はいはい、例えば、さっき千と千尋の神隠しの話じゃないけど、はい、自分で翻訳するときに、はい、やっぱりその国に合わせたように、原文っていうかオリジナルとちょっと変えたような翻訳をします？まあ、ある程度そうせざるを得ないと思います。はい。まあ、一つの理由はその原文を書く人が、書いた人がその日本人のために書いてるんですね。でその日本人の読者と、知識を、まあ、同じ知識を持ってるんですよ。共通してるんですね。だからでも外国の場合は
その同じような知識のレベルが、ないから、その翻訳者の仕事の一つはその、そのギャップを埋めることかなということで、その例えば文化的な知識、その負担を削減するということも必要だったろうと思います。なるほど。それは著者にとって著者に対して、はい、許可を取るわけです。そうじゃなくてもう勝手に変えてもいいというふうに思ってますか。まあ、そうですね、その原文の作家がそれを読んで、翻訳を読んでコメントする場合もあります。でこれは私が意図しているとことと違う。例えば難しいことがいろいろありますけれども、最近の例は私が想像していたみかん、一つのみかんだったんですけれども、その作家の頭の中は二つ、二個のみかん。でもそれは読んでも分からないんですね。だから私は、だからそれを変えてくださいというふうに言われたんですが、でも全然気にしない。でもそういうような細かいこと以外は、まあ、原文の作家がそのテキストのリズムが非常に大事だということを考えて、まあ、その翻訳者がやった通りにそのままでいいというふうに、まあ、そういうように言う作家もいると思いますね。でも翻訳も大変な仕事ですよね。まあ、非常に面白い仕事です。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。